昨日新曲を投稿しました。聞いていただけましたでしょうか。クロスワードパズルという曲なんですけど、コツ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 ね作ってて、でなんか結局ミックスとか録音はギリギリになっちゃったけど、やっと自分のオリジナル曲を久しぶりに投稿したかなって感じで、さ最後に投稿したのがその10ヶ月前とかで、タイアップの曲とか2曲ぐらい上げてたんだけどさ、それってでも作ってたのタイアップの曲ってことは、つまり作ってたのってかなり前だったんだよ。そうだから、かなり前に作った曲がかなり後に投稿されたっていうものだったわけじゃん。だからさ、実際僕の中だともっと空いてる感覚で、かなりなんか長く時間空いた感じだったんだよね。うん。で、いかがでしたか？ギターがもう意味不明ながら難しいギターになっちゃったんだけど、そう、あのシリーズだから、ジグソーパズル、ハローディストピア、メリーバッドエンド、デジャブ、イカサマダンスの系譜のシリーズだから、ピースの歌詞よかった。あ、わかるの？みんな、謎かけとか、謎かけっていうの？あれ、謎かけっていうんでしたっけ？あ、わかりました？あれ。あれか。世界とかけてパズルと解きます。その心はピースが足りないってやつ。あれ、ピース、パズルのピースと、ピースって英語で平和っていうから、世界には平和が足りなくて、パズルにはピースが足りないっていう、謎かけみたいな歌詞なんだけど。そう、ありがとうございます。みんなマジか。意外とみんなわかるんだね、そういう謎かけみたいな。気づける人すごいな。これ一瞬聞いて誰もわかってくれなかったら、どうしようって思ったけど。ん？だいぶ舐められてるな。いや、そんなのないよ。舐めてんじゃないさ。でもさ、謎かけって親しみないでしょ。その言う日常会話でさ、いや、何々と書いて何々で取っとくけど、なんとかだよねみたいな、言わなくない？いや、わかんない。なんか、僕さ、最近その、だからさ、何こう、世界と離れたところで生きてるせいで、普通人が会話する会話と、自分の会話、ワードが、なんか噛み合わなさすぎる時って多々あって、そう。だからなんか、結構浮世離れした人生というか、だからなんか、お前何言ってんのかわからないって言われることめちゃめちゃあるし、マフマフの歌詞は意味わからないって言われるし、結構心配しながら書いてたりはする。あ、でも、さすがにマフマフの作品、マフマフの、によるマフマフが歌う作品だったから、ちょっと自由に書かせていただいたけど、ありがとうございます。よかったらいっぱい聞いてください。あとちょっとよかったらなんですけど、 YouTube 高評価よろしくお願いします。高評価をしてくれるとなんかいいらしいから、無理にとは言わないけど、無理にお願いします。無理にお願いします。もう嫌だなーって、まあまあ、なんかの動画高評価押したくないなって思いながら、もう無理にお願いします。それ今聞いてしまったんだね、今僕の言葉を。いやいやいや、叶えられそうな人の頼み事は叶えてあげるのが人としての大きさみたいなところあると思いますよ。今もあなたが高評価を押すことで人として大きく成長できる。きっとそう。そう。押しましょう。待って、一回押したところでもう一回押して解除しましたとかダメだよ。それは話が違う。何回も押す。バレたかってなんだ。2回押しました。2回押したから解除しました。やばすぎる。ボカロ版出ないですか？ボカロ版をね、激しく求められて。だから
ボカロ系上げてないか系のあのシリーズボカロ上げてくれっていうの結構聞くな。でもなんか別にボカロ今回作ってなかったんだよな。どうしよう、どうしようかなちょっと考えます。最近なんかね、僕ね、その何にも一切何も公開してないけど、あのボカロ、あ、休止中ボカロとかをなんか触ったことない、触れたことないボカロたちと、あのね、をね、こう触ってこう調整とかをしてたんだね。誰にも聞かせてないけど、もう何にも世に出てないけど、自分一人のボカロ曲みたいなのが存在する何にも世に出てない、自分で作って自分で聴いてるっていう、なんか意味わからないことをしてる曲があったりする世に出せ、いやそうね、本当にそれはそうそれは本当にそう。いや今一応あのなんかちょっとスローペースにちょっとスタートしてて、まあまあ自身は再スタートを切ってて、あの歌とかは、まあ、月1ぐらいでは上がっていくと思うけど、あのオリジナル曲はあのねちょっと数ヶ月後ぐらい、まあでも今年まだ1曲ぐらいは上がると思う、オリジナル曲。うん、あの曲のこと大体話した、大体話してるか、何の曲か分かるよね。だってなんかさ、こうクロスワードパズルってやったことあります？クロスワードパズルってさ、なんか入れる言葉決まってるじゃん。なんかここにこれを入れろみたいなさ、自分の入れたい言葉があってもそうじゃなくてここに入れろみたいな決まってるじゃん。だからそのなんかこうこちらが従わなければいけない従属感って、なんていうの、従わなければいけない感と、こうちょっと自分が、まあ、昔をちょっと感じてたり、昔って言わんけど結構感じてたりするようなことをなんかこうかけて書いた曲なんだけど、なんつうのかな、こうさ、本当はそうしたくないけどそうしなきゃいけないみたいなことをこうね、あるやん、なんかそういうの、それをね書いたな。バカ暗い歌詞だね。どんな人生を歩んできたらこんな歌詞を書くんだろうな。個人的にいいなって思ってる部分はサビのリズムです。サビのリズムとメロディーよくないですか。タタ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 って、なんか早い感じにしている。まあこれをライブで歌えって言われたら僕多分泣くけどね歌えんのかなこれ。いやこれ過去一難しいんじゃない、本当に。高さはさ別にそんな高くないから歌いやすいと思う。高いとこないよね、だって別に高いとこないから、あ、高いとこないじゃん、歌いやすいかも。ただそのあれ、呼吸ができないからやばいのと、あ、そうだね、あのギタリストの方々、バックバンドのギタリストの方々が死んじゃう。でもこれはさすがにきついんじゃないかな。これだって本当になんか弾きやすさとか何も考えてない、なんか無神経な男が弾いたギターだからな。あの結構歌詞難しいけど、この歌詞は結構ね、読んでれば分かるところあると思うから、よかったら読んでくれたら嬉しいです。